ジェイソン・トーマス・バーケンは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州デペレ出身の野球選手、ウトウミギウチ。現在は MLB トロントブルージェイズ参加に所属している。クレムゾン大学を経て、2006年のドラフト6巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、15万5000ドルの契約金で入団。2009年5月26日のトロントブルージェイズ戦で、 メジャーデビューし、5回2失点で、初先発初勝利を飾った。オリオールズの先発投手陣がほぼ、総崩れとなったこともあり、シーズン終了まで先発で起用され続けたが、6勝12敗、防御率6.54と通用したとは言い難い、成績だった。2010年はブルペンに配置転換され、前半戦終了時点での防御率は1.95、だった。しかし、 後半戦に入ると、肩の痛みの影響で成績が落ち、8月16日に故障者リストに入り、そのままシーズンを終えた。2011年は、開幕から不調で、トリプル A 級ノーフォークへの降格も経験。8月には、右腕の針で故障者リスト入りするなど、最後まで良いところがなかった。2012年9月7日に、ウェーバーでシカゴカブスに移籍した。 2013年3月22日に放出され、4月4日にシカゴホワイトソックスと契約。11月5日に FA となった。11月13日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2014年11月に自由契約となる。2015年2月24日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約。 2016年2月17日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結ぶ。主な球種は平均約92マイルの速球とスライダー。先発時代はチェンジアップとカーブもよく投げていたが、リリーフ転向後は速球とスライダーだけで全投球の9割以上を占めるようになった。ありがとうございます。